日ですね、お悩み相談の方がいらっしゃってるんですよ。ちょっと先生聞いてみていいですか？あ、どうぞ。あ、先生。どうも。あ、どうもこんにちは。おはようございます。あ、先生、だるまさん。先生、だるまさんですよ。先生、だるまさんです。だるまさん。おはようございます。どうも。あ、ちょっと先生が今ね、先生今ね、治療を。あ、先生すいませんね。あ、先生どうも。先生、はじめまして。だるまです。先生、だるまさんが、あ、こんにちはって言ってます。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの、先生はね、ちょっとあの、先生の通訳私がする役なんで、大丈夫ですから。私は、どなた？あ、私、あの、ビロエ、ビロエサポートのビロエです。どうも。ビロエさん、よろしくお願いします。はい、先生、じゃあ、あの、だるまさんの話聞きますよ。じゃあ、だるまさん、今日の、はい。先生のお悩み相談は何ですか？あ、今日はですね、はい。我が家に、はい。新しい、なんか、だるまっぽい人が来たんです。ほうほう。で、仲良くなりたいんですが、どうやったら仲良くなれますか？はあ、ちょっとお待ちください。先生？聞いてました、先生。あ、ちょっと待ってくださいね。先生で今聞いてみますから。はい。まず、年齢差聞いてくださいって言ってます、先生。ね、年齢ですか。はい。だるまさんの年齢と、新しい方のその年齢がどれぐらいかなって言ってます、先生。あ、我が家ではですね、はい。ここに来た、日数が、年齢となっておりまして、ああ。私、だるまは、およそ、1年ぐらいですね。1歳。でして。だるま、先生、だるまさん1歳です。あ、なるほどって言ってます。あ、で、新入りさんはですね、1ヶ月前ぐらいですかね。なんで、まだ、1歳未満です。はあ、ちょっと聞いてみますね、先生に。お願いします。はい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 。はいはい。あ、難しいケースだねって言ってます。え？難しいって言ってます、それは。あ、難しい。もう。はい。それはね、なかなか難しいって先生が今、うなだれてます。あ、本当ですね。え、先生。はい。先生、大丈夫？先生。本当にダメそう。あ、すいません。先生ね、今日もうね、30件ぐらい話聞いてんですよ。あ、お忙しいんですね。それで、まあ、先生が今、はい、ざっとその話聞いて、思うところ、はい、なんか、その、新入りさんは、はい、とりあえず、あと、1ヶ月ぐらいは、時間がかかると。なんと。だから、ちょっと待ってください。先生すいません。先生、ちょっと。先生。もうちょっと先生。なるほど。先生、こちら。あ、先生。なるほど。ですね。あ、先生。あ、先生。あ、ビロエさん。ちょっと、ビロエさん。私、ビロエさん。
先生はですね、はい、まあ、気長に待ってみろと。あ、そういうことですね。はい、焦らなくていいぞって言ってました。あ、そうですね。時間が解決すると。なんか、はい、今日なんか、ラジオでも聞いたんですって、先生も。そしたら、なんか、お偉い、歌舞伎町のお偉い人が、はい、なんか、時間が解決するぞって、何も悩むことないって言ってますよ、先生。あ、先生のお言葉というよりは、なんか、ラジオの方のお言葉。あ、なんか、言ってたなーって、俺と一緒だなーって言ってました。まあ、そういうことですね。はい。勉強になります。はい、そういうことで、1ヶ月経ったらまたいらしてくださいって先生言うてます。あ、わかりました。はい。お薬かなんか出るんですか？あ、ちょっと聞いてきますね。先生、ちょっとお待ちください。先生。なんか後ろにいますね。聞いてきました。あ、はい。水を飲ませてあげてくださいって言ってます、多めに。多めに、多めの水、はい。なんかね、お茶もいいんだけど、はい、水が一番重要だと。はい。整った水をたくさん飲ませてあげてくださいって先生言ってました。まだ仲良くないのにですね。で、水置いとけって言ってます。あ、そういうことですね。はい。わかりました。よろしいでしょうか、はい。あ、ありがとうございます。じゃあまた。さんも、ありがとうございました。またいらしてくださいね。はーい。それでは失礼いたします。さよなら。はい、さようなら。